今回は無理数の計算、混合を含む式の計算について学習していきましょう。まず混合の中身を素因数分解します。次に二乗されているものは一つだけ混合の外に出します。最後に計算をします。それでは練習問題をしてみましょう。一時停止ボタンを押して練習問題を解きましょう。解き終わったら再生ボタンを押して丸付けをしましょう。それでは答え合わせをしてみましょう。丸1番、ルート28引く3ルート2足すルート50イコール2ルート7足す2ルート2。丸2番、ルート18足すルート98引くルート12イコール10ルート2引く2ルート3となります。2問とも正解できましたか？最後に今回のおさらいです。まず混合の中身を素因数分解します。二乗されているものは一つだけ外に出します。最後に計算をします。これで今回の学習を終わります。